しい、めっちゃ楽しい。やっぱご飯はこういう風に食わないと。はい、到着。さあ頑張ってテント設営していきたいと思います。はい、今日はねケシュアの 4.1FB でフレッシュ&ブラックなのでダークルームテクノロジーですね。さあ今日これを貼ってもう一つ、今日もテント2つ貼っていきたいと思います。大体綺麗に立ちました。もうこんなんいいな。はい、完成。いいんじゃね、これで十分やと思うで。寝るだけやもん。ほんまに真っ暗や。これいいね、ダークルームっていうの。さあ、今度内装していきたいと思います。はい、だいぶできてきましたよ。今で1時間、これからが本番や。頑張らんと。もう4時やろ。そしたら DD スーパーライト A フレームテント、これを貼っていきたいと思います。ペグを作る時間がないので作り直して後で貼り直しっていう形かな。とりあえずタープポールだけは作ってきたんで、それで貼りたいと思います。もう貼れたぞ。めっちゃかっこよくね、これ。すげえ、楽しい。最高の幕やで、これ。ほら、ね、今回、タフグリッド。やっと買いましたよ。750。350キロまでいけるやつかな。これで、ちょっとやっていきたいと思います。はい、それではね、こっちはボーラインノットでいきます。でこっちはトートラインヒッチで、はい、大完成。かっちょいいな、テント大好き。よいしょ。こっちは何やねん。すげえな。テントウムシみたいな。カタツムリからテントウムシ。なんかよくわからんけど。フレームいいわ。もうまさに理想やな。さあ、バンズ入れようか。あとは張り上げ。まだもうちょっと残ってるけどね。これ真横に貼ってみました。なかなかぴったりサイズで面白いかな。よし、まだまだ拠点構築していきます。
はい、こんばんは。今日出だしが遅かったな。3時間かけてやっとなんか全然思い通りにはいかんかったけど、拠点構築はできましたね。よし。いや、もうちょっとしたかったな。いや、ここ来んのが遅すぎた。今日はもう息白いし寒う。で、ポリタンク忘れた。なのでもうペットボトル2つ、1リットルでなんとか頑張らないと。それでは、火起こしの方していきたいと思います。サブ、これがないと。いいね。よしよし、いい感じ、いい感じ。大きい薪を燃やしていけば。山にこもりてー、ワンズがいてるからな。そこにいてるんやけどな。壁作ったから今日はね。よいしょ、それらしい雰囲気は出たんじゃない。あったけ。さあ、そしたらどうしていきましょうか。はい、それではね、ご飯もうだいぶくらいで6時ぐらいかな。お茶の段取りしていきたいと思います。水が貴重やからね、あんまり使えないからね。よっしゃ、沸いた。あちゃ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 、むちゃむちゃ熱いぞこれ。はい、それではいただきます。乾杯。おいしい。はい、調理器具ができました。こんなもんでどないでしたろう。よし、これ肉刺すぞ。肉刺して炙り焼き。よし、今日はほんまにいつもと違うからな、全然。火もええ感じになってきてるやん。うわお。よし、こんな感じでいいんじゃないですかね。あ、いい感じ、いい感じ。家から手羽中のチューリップを作ってきたので、焼きたいと思います。タコ糸、タコ糸がどうしてもいる。タコ糸どこ行った。熱っ。わ、いい置き火になってきたのに、灰を作らないと。熱っ、熱すぎんねん。もうすでにここが熱いもん。よいしょ、どう、こんな感じでいいんじゃないの。ほい、できた。ほい、ほんでどう。ほい、どう。あ、絶対うまくできるで、これ。わ、一本長かったな、えらい。よいしょ、もうちょっとこっち、もうちょっと、熱っ。よっしゃ、こんな感じでいいんじゃないかい。あとは牛肉やね。牛肉は串で刺してこんな感じで焼いていこうと思います。 500g のブロック。すごいな、こんなブロックなんかで買えへんもんな。うるる、どうこれ。ブッシュクラフトで。すげえなこれ。誰が500も食うねんて。123、5つ。これすごいぞ。できた。
よっしゃ、うまいこと刺されよ。 OK。 よっしゃ、あれできた。よいしょ、熱、楽しい、めっちゃ楽しい。やっぱご飯はこういう風に食わないと。絶対こっちの方が楽しいって、むっちゃむちゃ楽しいもん。やっぱこういうキャンプがいいわ、私は大好き。あのテントもいいけどな寝るだけやもん、何のセッティングもしなくていいもんね。だからツールームの意味がわからん今のところね。いやー、美味しそう、めちゃめちゃうまそう。はい、そろそろいい感じになってきましたよ。ほら、ちょっと拡大しようか。いいよ、ほら、美味しそう。なんだこのお肉さあ、肉の方はもう多分出来上がったと思うので、よいしょよいしょ、 よいしょ、あ、美味しそう。はい、よっと、熱いな、よっと、うわ、お腹鳴ってきたぐーって降ってきた。青森だれゴールデンやったかな、漬け込む、いきます。よし、十分。トルティーヤ。おお、膨れ上がってきました。ちょ、膨れ上がってきた、膨れ上がった。よいしょ。早い。違ってやってるからな、こんな感じで肉入れて、さあ食べようかね。よいしょ、あ、うまっ、絶対うまいってこれ。それではいただきたいと思います。おお、素晴らしい、いただきます。なんだこれ、めちゃめちゃうまいってこんなうまいんか。よいしょ、すげえなこれ。うわ、豪華よいしょ、いただきます。熱、トルティーヤが熱、肉めっちゃうまい。
しましょう。はい、ほら絶対うまいぞこれ、めっちゃうまいぞ。いただきます。パリッパリ、うわこれほんまに鳥？皮パリッパリ、中に全部ジュワーって、はい、寒いので幕内にこもりました。さすがやね、真っ黒 FB だけあるわ、フレッシュ&ブラック。朝これ起きれんのかな、真っ暗やでマジで。でインフレーターマットのダブルを引いてます。ワンズとね今日はあの、添い寝しようかなと思って、地べた方式にしました。寝室はこんな感じです。まあ全室ある分広くは使えていいけどね。何ここ、どうしたん？こっち入りたいの？ここで部屋が分かれてるから、まあどっちにしろこっち側でみんなで寝るんだけどね。はい、それでは今日も一日お疲れ様でした。はい、おはようございます。なんかまたカメラの調子が悪かったね。なんやろな、急に電源が入らなくなったりして、ただいま7時半です。ご飯食べる前に調理器具を作ります。ドボテイル入れるんで、今ちょっとバトニングしてたとこです。動画撮るの忘れた。よいしょ、なぜ木組みを作るってこっちゃ。ドブテール完成。ほらできた。よいしょ、こんな感じ。よし、これで刺せるぞ。よし、名前どう思う？三角形。よー、入るかな。ドブテール OK、 できた。ほら完璧な木組み、びくともしない。ほらできた。いいねドブテール。綺麗にかんどるかんどる。よし、これで少々のことがあっても大丈夫。そしたら朝はサラダを作ろう。サラダ、はい、まあまあこんなもんやろ。いっぱい入ってんだよこれ。よし、
もうちょっと長方形の方が良かったな。一瞬角度で見栄えもなんもないと思うけど。ほら、ちょっと可愛らしくなった。これがまた美味しいんだよね。香るシーザーサラダ用粉末もありました。いただきます。うん、塩コショウも全部されてるわ、これ何もいらん、うん、美味しいよ、すっごく。うわぁ、卵が、うん、滴り落ちてるけど、うん、よいしょ、こんな感じ。おお、滴り落ちてる油が、これええ感じやね。うん、最高最高、天気も最高。うわお、バンズも最高。もう全部食べた。お腹いっぱい、早く登山できた。いいよね、まあ化粧は化粧はで普通に使っていいかなと思うけどね。はい、もうそろそろ片付けて帰りたいな。もう昼になったんでね、片付けて帰りたいと思いますけども、もうそこら中炭だらけ、めっちゃ腹立つわ。なんかこのままにして帰るから悪いんだよね。いくら直火 OK や言うても、ああ私は嫌や。とりあえずまだ火ついてるけど、砂で埋めてこして、回収して帰りたいと思います。その辺炭だらけやんけ。よいしょ、ザルで受けて捨てたいと思います。まあ、細かいのは取れへんやつもあるかもしれへんけど、しょうがない。よいしょ、直火 OK なところはみんなこんな感じなんやろな、多分。あんまり初めて直火、ここで初めて直火使ったんちゃうかな。前ここ直火サイトに来た時もなんかグリル、焚き火グリル使いましたけどね、ピコグリルかな。はい、鎮火。あ、まだちょっと熱いかな。綺麗に撮れた、見て、素晴らしい。よし、ゴム袋、こうじゃなかったらあかんで。これいつも米炊いてるザルやけど。
よし、完璧。ほら、はい。はい。結構なりました。片付けていきたいと思います。初めてや。スノーピークのクッカーすら使わんかった。イエーイ、最高。クッカー使わんかったで。ごっちゃ。今回多いな。平日昼間や、平日やのに。YouTube 見てますっていう人が。ありがとうございますとか言いながらなんかね、5、6人もっとおたかな結構なんかみんな寄ってきてくれはりましたよ。ありがとうございます。次はこっち。ああ、こっちや。いいね。これだけやで。こんだけ。ああもう信じられない。めちゃめちゃいいやん。